のセルベ雅子です。今日は演奏動画をお届けしたいと思います。イエーイ。はい、今回の曲目はリベルタンゴとなっております。私もすごく大好きな曲ですし、皆さんもご存知なのではないかなと思うんですけれども、簡単に、曲目の紹介をしたいと思います。リベルタンゴはアストル・ピアソラが作曲したタンゴの曲です。そして1974年に発表されました。リベルタンゴというタイトルは、リバティという単語とリバティという単語とタンゴっていう単語を、あーなんかすごい恥ずかしいねこれ、今気づいたけど、リバティっていう単語とタンゴっていう単語を掛け合わせた、リベルタンゴという造語になってるんですけれども、まあ、自由、リバティが自由で、タンゴを合わせたということで、自由なタンゴという意味の、曲となっております。はい、そしてサムネイルからも分かるように、今回もチェリスト大宮ゆしとさんとのデュオ動画を載せさせていただきます。そしてこのリベルタンゴですね、まあ、いろんなアレンジがあるんですけれども、今回は小林幸太郎さんという、チェリスト兼アレンジャーの方の、アレンジをなさったチェロとバイオリンのデュオバージョンのリベルタンゴをお届けしたいと思います。この小林幸太郎さんも、同じく私と同じ東邦学園大学の、大先輩で、とってもね素晴らしい方なので、ご紹介させていただきたいと思います。プロフィールはこちらです。はい、これまでにミッシャ・マイスキー、堤剛、宮田大をはじめとするチェリスト、そして高嶋千佐子、徳永継雄をはじめとするバイオリニスト、NHK 交響楽団、東京都交響楽団、読売日本交響楽団をはじめとする国内多数のプロオーケストラ関係者のアレンジ曲を、アレンジ楽曲を制作している方です。NHK ララクラシック、テレビ朝日題名のない音楽会、報道ステーション等の制作、アレンジを担当していらっしゃいます。現在、高嶋千佐子 with スーパーチェリストのメンバー、そしてアレンジャーとして活動なさっている、本当に、もう本当にこの楽曲をね、使わせていただいたの、おこがましいんですけれども、素晴らしい方です。概要欄にね、Twitter だったり、大宮さんと同じね、パウロニアチェロカルテットなどで活躍なさっている方なので、そちらの URL も貼らせていただこうと思います。本当に本当にたくさんの曲をアレンジなさってて、今回のリベルタンゴも、まあ、リベルタンゴって本当にね、いろんなアレンジがもうあると思うんですけれども、めちゃめちゃかっこいいんですよ。で、まあ、ちょっとね難しかったりもするんですけれども、もう本当にかっこよくて、今回もね、YouTube に載っけていいですかという、一応許可をいただいて、気に聞いた時も心よく引き受けてくださって、これもね、チェリスト大宮ゆしとさんと、そしてチェリスト、そしてアレンジャーの、小林幸太郎さんのおかげということで、本当に感謝しております。ありがとうございます。というわけで、そのかっこいいね、アレンジのリベルタンゴ、ぜひ聴いていただきたいと思います。それではどうぞ。Thank you.
皆さんもぜひぜひ何回も聴いていただいて、楽しんでいただければなと思います。それでは最後までご視聴いただきましてありがとうございました。この動画が良かったらグッドボタンとチャンネル登録ぜひぜひよろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。